おはようございます。ということで今回はゲーム実況者の一日過去忙しいバージョンやっていきたいと思います。今日はちなみに僕多忙です。暇な時は本当に一日中寝てるだけなんで、一日中寝てるだけの動画見てもみんな面白くないでしょ。忙しい日をね、選びました。はい、あれなんでこれマスクしてんのって言われたと思うんだけど、僕矯正してて今歯並びガチャガチャなんであんま見られなくないんで、起きてとりあえずマスクだけしました。なんでね、髪の毛とかなんかもね、寝癖とかがすごいのよ。まあ気にしないで。で今何時かっていうと、現在の時刻こちら7時28分です。めっちゃ早起き、超早起き。あのね、実況者さんって結構昼夜逆転してる人多いと思うんだけど、俺早い時は早いし遅い時は遅いみたいなね、バラバラの時間で起きてます。で、まずちょっとね、うち眠すぎて頭回んないな。まず起きたら携帯で LINE のチェック、 Twitter のチェック、インスタのチェックをします。俺がやってる SNS を、ね、とりあえず見ます。順番で言うとね、 LINE、 まあこれまず友達とかも連絡来るから、うん、たまに。だから LINE 最初に見て、 Twitter 見て、インスタストーリーなんかこうしてるかなって見て、その後 YouTube 見ます。はい、ってことでちょっと見ます。あのね、なんか最近連絡返さないようになっちゃって、 LINE とかなんか大事なものだけ返してます。先に良くないよね、こういうの。もうね、ぐたらに拍車がかかってまして、今ダメなんですよ。何もしたくねーみたいな。で、 Twitter のリプみんなからなんか来てるかなみたいな。で、次インスタパッて見て、あ、僕インスタのフォロー全然いないんで、現在のインスタのフォロー数7人。そしてね、僕もう少しでインスタのフォロワー1万人いくんで、あの、もしフォローしてない方いたらぜひフォローお願いいたします。で、終わったら YouTube 自分の昨日の動画伸びてるかなって確認します。昨日の動画これなんだけど、15時間で13万再生、めちゃくちゃいい、ありがとうございます。これからは皆さん見てください。あ、ちなみに今日の動画めちゃくちゃ緩いです。もうね、ご飯食いながらとか見てください。状況悪いか、まあ、なんか暇な時に流し見してください。で、まあ一通りね、 SNS の確認が終わったら、もうちょっとカットするけど、だいたい TikTok 見始めます。30分ぐらいね、あの、よくわかんない TikTok をね、永遠に眺め続けるっていうね、人生で一番無駄な時間過ごします、これから。で、まあ30分とりあえず見てきます。見てきます。はい、ここでね、秘宝なんですけど、デジカメの充電がなくなりました。なのでちょっと携帯で撮っていきます。で、まあ、TikTok とか見終わってだ何するかっていうと、まずね、僕は冷蔵庫に向かいます。で、何にしようかな。だいたい朝はカフェインの入ってるもの、今日はデカビタ飲みます。で、パソコンの方に向かって何をするかっていうと、僕は喫煙者なのでね、タバコ吸います。これをしないとね、朝どうしても目が覚めなくて、エナジードリンクプラス、タバコで目を覚ましてます、いつも。あ、タバコはみんな20歳になってからにしましょう。で、タバコ吸いながらね、何をしてるかっていうと、これ自身大丈夫かな、多分大丈夫だな、見えるかな、こんな感じでね、コメント一覧みたいなのが見れるよね。これをいつも朝ね、見て、ハート押してます。みんな思ってるじゃないかな、こいつなんかいつもハート多くねみたいな。結構だから見て、コメント読んでるんでね、ぜひ YouTube コメントしてください。誹謗中傷も見てます。傷つくんでね、やめてください。とりあえずタバコ吸ってきます。さすがにね、タバコ吸ってるシーンはいらんやろ、みんな。見たいか。見てません。バイバイ。バイバイじゃないか。はい、コメントのね、いいね返しも終わったので、今度はね、動画の投稿をしていこうと思います。あ、ちなみに今日の T シャツエビです。はい、でしょ。なんか変な T シャツ好きなんだよね。まあパジャマでしか着ないけど、さすがに。で、ちょっと反転します。反転の立ち方キモいな、俺。おはようございます。現在の時刻昼の11時となってます。ちょっとね、察しがいい人なら気づくかもしれないんですけど、見てください、この寝癖。ソファーで寝てたらこの時間になってました。ということで、1時間後にはパンダとね、出かける予定があるので準備をしていくんですけど、何分で僕は準備をいつもできてるのか、ちょっとね、測っていこうかなと思います。ちょうどでも11時なんで、歯磨き、お風呂、髪乾かして化粧、まででまあ、どれぐらいかかるのかなって、純粋に僕がね、気になるので、ちょっと測りながらやっていこうかなと思います。ということで、次のシーンになる頃には、もう僕はね、家出る完璧な状態で、みんなとね、お話できると思います。じゃあ、飛ばします。
これやりたかったけどめっちゃ中二病っぽいんだよな。はい、ということでね、支度が終わりました。現在の時刻11時50分です。もう完璧な時間だね。約50分ぐらいで準備が終わったのかな。下からね、今日どんな感じになったのかっていうのをね見てます。なんもないんだけど、普通にこんな感じで、はいはい、お気づきの通り、化粧してません。もうなんでしてないかっていうと、ちょっと歯磨きしてて、YouTube 見ながらね、歯磨きをしてたら、気づいたらね、2、30分 YouTube 見てて、やっべーってなって、とりあえずお風呂入って、今になりました。なんか結構周りの人になんか、女子力高い、美意識高いみたいなこと言われるんですけど、全然僕ズボラなね、根腐れ坊主なんで、本当に勘違いしないでください。周りからの期待の目がね、ちょっと重たいです。はい、ということでね、パンダと合流していきたいと思います。はい、ということでね、パンダと合流しました。パンダです。こいつプライベートすぎん。ということでね、4時から僕ら美容院なんで、買い物をねしていきたいと思います。まあ、俺らも結構やっぱさ、フォトラ界隈じゃ有名になったやんか。あ、特に俺がね。だからやっぱさ、声とかかけられるんちゃうから。いやー、ワンチャン、ワンチャン。いや、俺は絶対かけられると思って歩くよ。こういう前振りさせて。声かけられないから、これ。はい、ということで歩いていきたいと思います。あれやな、あれか、ちょっとね、ジバンシーで欲しいものがあるので、とりあえずジバンシーでね、買い物をしようかなと思います。はい、ちなみに誰も声はかけてきませんでした。知ってた。ということで、ね、着いたんで、あ、見えるかな。あ、いや。あったこれ、これむずいむずい。はい、買い物してきます。レッツゴー、レッツゴー。はい、ということでね、買い物してきました。帰ったら見せようかなと思います、買ったもので。次、適当にここからはブラ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 、もう決めてないんで、ブラブラして買い物します。はい、ちなみになんか欲しいものありますか。特にない。何のためにか。はい、ということでね、パンダくん欲しいものがたくさんあるということで、買い物していきます。何に買ってもらうんだ。あ、怖いな、この人。普通にね、買い物してたら、もうめっちゃ、マジ超たまたまベイシー、テガタスくん、コーンさん、キューちゃん会えました。これやばくない、普通に。会計してたら、いや、マジでめっちゃ、あ、バレた。めっちゃ騒いちゃった俺、やばい、マジびっくりした。まさかの、違う、俺メイシーちなみに俺初めましてだった。俺ら初めまして。俺ら、せよ、見てこの。じゃあ肌並んでよ。おい、やめろよ、それ。さあ、すごいから。おい、カップルの高さないよ。ということでね、僕らこのままね、はい、買い物続けたいと思います。はい、ちょっとね、買い物疲れちゃったんで、ご飯食べに来ました。パスタ。俺回れてんの。顔がきしょい。ちょっと悪口やね。はい、いただきます。いただきます。はい、ご飯食べ終わりました。お腹いっぱい。でもね、やばい、お前こんな人多いとこでそんなによく声出せるな。びっくりする俺が。ってことで、もうちょっとで美容院なんで、まあ、軽く買い物見て美容院行こうかなって思います。思います。はい、バイバイ。はい、ということでね、美容院着きました。ここです。どこ。サンデーズ。ちょっと待って、どっちかわかんねえ。違う方宣伝しちゃいそう。いや、こっちだな。はい、サンデーズさんの美容院行ってきます。2人で中撮影 OK するなんで、うん、中で撮ります。あとは行きましょう。はい、行きましょう。着きました。スインテールでお願いします。まあでも僕はいつも通りで、パンダはもうスインテールでいいらしいんで、はい、スインテールカットで。スインテールカットとかやってみます。ということでね、僕らはカットでしてもらいたいと思います。はい、お願いします。決めるわ。もう撮ってるよ。お前の決めるわとか言ってるの入ってる。めっちゃきちょい映り方した。どう、久々じゃない髪切るの。マジでめっちゃ多いだよ、ずっと切るだって。ね、ついていいやん。いい、うん、ついてる。全然ありだと思うよ。マジ、うん、ついてるの。本当にそれついてされたらもう消えないかんね。ってことで完成まで飛ばそうかな。飛んだ。もう一回やった方がいいんじゃない。はい、オッケー。いいね。めっちゃ若返ったよ。リアコ増えそう。終わるたびに悪口言って。
馬力趣味でいいけど。はい、ということでね、僕とパンダ終わりました。僕そんな変わってないかな。パンダ結構変わったんじゃない。したなんか若返ったね。若返った。ことでね、今の現在の時刻は6時ということで、そんなね、俺今日終わって朝の6時に起きて結構ずっと活動してたから、結構経った、うん、ということで僕らはね、お家に帰ろうかなと思います。時飛ばしして、時飛ばし、あ、え？はい、ということでね、帰ろうと思ったんですけど、なんかパンダがね、お腹空いたとか言い出して、顔映ってないから、その顔やめて。はい、なんでね、僕らはちょっと寿司食べに来ました。ちょっとしょぼいのよ。ということで、お疲れー。いや、これちょづいてなんかビール飲んでるけど、お疲れー。ということでね、お寿司食べて、多分次の方も俺んちだろ、多分。うん。うん、ということで、俺いるかも。いないです。来ないでください。ということでね、ご飯食べていきます。はい、ということでね、お出かけが終わり、お家に帰ってきました。何してんの？なんでお前いるんですか？うん、ちゃんといる。ということでね、買ってきたものをね、紹介したいと思います。そして、来てるんでね、ちょっとカメラマンしてもらいます。やらせます。強制です。ちなみに買ったものは、よいしょ、2個買いました。最初の、ジバンシーのやつ。1個と、もう1個ね、なんていうんだろう、あそこ、なんかいろんなものが入ってるところでね、パーカー2つ買いました、秋用に。なので、なんかくつろいで俺ありませんアピールしてるけど、カメラ任せます。はい、はい、じゃあ開封の儀いきます。ちなみにこのジバンシーのね、パーカー1個だったよね、ラストね。日本全国の店舗で1個しかないって言われて、買おうと思って買いました。あれずるいの、あれずるいの、嘘かもしれん。何つけてんの？すごくイケメンいいねしてんだけど、いや違う、それミスやって、焦って止めたんや。違うんやって。なんかお前ね、怪しいんだよね。そうなるとお前狙われてることになる。すごいな。買ったパーカーこんな感じ。これ着るべき？着なくてもいいか、うん、こんな感じのパーカーです。裏は無地。はい、値段はすいません。はい、YouTuber は夢があるよと思ってください。次、もう一個の方はこっちもね、パーカーなんですけど、リーバイスのね、服で、店員さんがこれアメリカでしか売ってないんですよって言ってて、日本で買いました。売ってるやんけと思いながら、これ可愛かったんで買いました。どう？いや、似合ってる。いいよ。パンダは4時間ぐらい買い物してたんですけど、何も買いませんでした。この後ね、僕は撮影があるのでね、撮影をしていきたいと思います。そしてこの動画が出るより、その撮影の動画が後に公開されるので、内容は秘密です。ということでね、撮影終わるまで時飛ばし。これ何回やった、これ。絶対入れなあかんねん。絶対入れてる。うん、もう言いたくなっちゃう。じゃあ飛ばしまーす。はい、ということでね、撮影が終わりました。現在の時刻、夜の10時です。もうね、めちゃめちゃ眠いね。どうでしたか？まあ、実況者の1日、過去多忙バージョン。意外とね、いろんなことしてるんですよね。実は、YouTuber って。まあ、今日に関しては遊びに行った感じだけど、まあ、1日中本当は撮影したり、編集確認したり、サムネチェックしたりっていうね、意外と暇そうに見えて、YouTuber は多忙っていうのがね、ちょっとでも分かってくれたら嬉しいです。そしてもう僕は眠気の限界なので、ベッドに行ってね、寝ようかな。ちょっと暗いのよね。ちょっと開けるか。ここ。ほんと、いつも閉めてね、もう何も見えなくなっちゃうから。ほんといつも閉めてるんですけど、ちょっと開けて。はい。ということで、一日お疲れ様でした。最後まで見てくれた人、ありがとうございました。僕はね、ここでもう寝ようと思います。おやすみ。